ちゃんと口を押さえなさい。ファンファンキッズ TV、 やっほー、ここを登録してね。あー、鼻がムズムズするな。くしゃみをするときは手を上に上げて、ヘチューンだ。僕もヘチューン。こら、ちゃんと口を押さえなさい。誰だお前。僕はお医者サンさん。みんなに正しい風邪予防の仕方を教えるよ。くしゃみや咳をするときは、ハンカチや洋服の袖で口をしっかり押さえよう。なんで口を押さえるの？くしゃみや咳をしたときに、たくさんのばい菌が飛んで、家族やお友達にばい菌がついちゃうからだよ。そうなの？風邪をうつさないように、マスクもしっかりつけようね。おい、何すんだ。ヘッチュー、上手にできた。くもりん偉い。くしゃみや咳をするときは口と鼻をしっかり押さえて、風邪をひいてる子はマスクをしっかりつけようね。はーい。たった今、腹減った。いただきます。うるせえ！帰ってきたらまず飯を食うんだ！ポンちゃん！ラマクモン！ダメダメ！またお前か！お外から帰ってきたらまず手洗いうがいだよ！でもでも手は汚れてないよ！目には見えないけど手にはたくさんのばい菌がついてるんだよ！このままご飯食べたらバイキンが体の中に入っちゃうんだ。体がバイキンだらけになっちゃうの？そうだよ。手を洗うのと一緒にうがいもしようね。口の中に入ったバイキンを外に出すんだ。大変だ。手洗いうがいをしてバナナを守らなくちゃ。バナナを守るんかーい。いろいろなんか腹が痛いぞ。みんなはノイズみたいにならないように、お外から帰ってきたら手洗いうがいを忘れずにね。はーい。今日は夜更かししてゲームだ。僕も僕も。俺様に勝てるもんなら勝ってみろ。決めだ。もう一回勝負だ。もう疲れた。俺様に勝てるまで終わらせねえぞ。ほら、二人とも。しつけえやつだな。ちゃんと寝ないと風邪をひきやすくなっちゃうよ。寝る時間も関係あるの？もちろん。寝る時間が短いと疲れが溜まって風邪をひきやすくなっちゃうんだ。じゃあ早く寝ないと。あ、俺様に勝ってから寝やがれ。スピースピー。くっそー、俺様は一人でもやるからな。疲れた。風邪ひいちまった。風邪をひいた時もしっかり寝ることが大切だよ。俺様は寝ないでも大丈夫だ。ダメだよノイズ。ほら、マスクつけて暖かくしておやすみなさい。ちぐじゃー。
俺様が風邪をひくなんて。風邪予防1、くしゃみや咳をするときはハンカチや洋服の袖で口を押さえる。風邪予防2、お外から帰ってきたら手洗いうがいをする。風邪予防3、たくさん寝る。風邪予防をして毎日元気に遊ぼう。さあさん、早く遊ぼう。そうだ、風邪ひかないようにね。かわいい。僕たちのキーホルダーができたよ。キーホルダーって何？お家の鍵につけたり、ランドセルやリュックにもつけたりできるんだ。キーホルダーをつければ忘れ物しなくて済むかも。木のいい匂いもするんだよ。お友達に自慢しちゃおう。今日のお絵かき。